シニーさんダッシュ456スタートしました。4コース4号艇の桐本、1周1マークへ向かっていきます。さあここは微妙なタイミングでしょうか。現在スタートは判定中、スタートは判定中です。お手元の投票券大切にお持ちください。バック側に入っていますがお知らせいたします。なおこのレースは早いスタートがありました。フライングがありました。4番の桐本選手はフライング変換欠場、4番の桐本はフライングにより変換欠場です。従いまして4番に関係する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢そどっと1号艇田川、1号艇田川早いスタートになってしまった。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。先頭走っている1号艇田川スタート早かった。お知らせいたします。このレース1番田川大輝はフライング変換欠場です。従いまして11レース1番に関係ある投票券すべて返還です。お手持ちの投票券確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の伊勢里のスタートは早いスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお待ちください。現在先頭1号艇伊勢里大事ですが、ただいまのスタート審議中、スタート審議中となっています。お知らせいたします。1号艇伊勢里大事フライング変換欠場です。1の組に関する投票券がすべて変換となります。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇、2号艇、3号艇、内から3艇がこれはかなり踏み込んだタイミングとなっています。1周の1マークそれぞれがバックスレッジへと抜け出しましたが、早すぎるスタートがあった模様です。お知らせいたします。1号艇の百武翔と2号艇の佐々木秀樹がフライング変換欠場です。1番、2番に関する投票券は発売額と同額で変換です。大切にお持ちください。